好きなんですよ、また足つぼとか夜、足つぼをしてて、一人でもう足つぼも好きで、自分なんかもう変な、ね、もうね、おじいちゃんなっていう本当に74ですけど、病院一度も行ったもう自分で直されるだデイサービスやってて、ね、あの利用者の方がいらっしゃるから、はい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 、万が一の、ね、インフルエンザだけは業者行くんだけど売ってくれないんですよ、大丈夫だから大丈夫だからそうなんですか。大丈夫、一応介護の仕事もしてたんですけど、19の時にしててだからマッサージとか習っていいなと思ったから、なんか習ってないからちゃんとやっぱできないじゃないですか。あ、それさっきみたいに悪化したら危ないって話がねあるから、そうそうそう、本当に興味あったんですけど、やってましたね、介護は。へー、そうなんだ。だから自分でどこで怪我するとね、とっても楽しいんですよ自分で治療して研究して、へー、どうするかを考えます。その代わりあのテレビ局にいる頃はもう20年ぐらい人数あったり行ったり触れなかったんだ。ありがたすよ、これが当該で勉強しなかったかと思って。すごい、ちょっと自分は興味がある話がいっぱいで、スタッフの皆さん交代交代でも遊びにいらして、はい、ございました。もうまた遊びに行きます、ね、はい、もうありがとうございます、本当にもういっぱいこういう面白い話ありますから、すごい面白かった、ためになる話ばっか。だから8月まで、8月の1日に市民になったんですけど、あ、自動は市民まだ行ってないです近くだけど近いですね。ぜひいらしてください。はい、はい、セイヤも喜ぶそうですねありがとうございます、本当に亡くなる夜中、はい、自分残してくれた自分の妻をすごいですね。すごい人間みたい。この子はいつも妨害をやっていたんだ。不思議だな。この後番組は6時まで続くんですけど、はい、ここで、はい、ありがとうございます。ぜひね、ほんとあの遊ぶ気持ちでいらしてください。つながりが、いやもうありがとうございました。いい声が出る方法があるから、ね、わぁ気に入らないと、へぇ、そうなの、からちょっと持って帰っていいかな、すごい、もうありがとうございます、スタジオに来る方法、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、帰ってきたんですけど、うん、どっかでとりあえずツイキャスと運動会の、そうです ね、 せいやっていうのあ、ワンちゃんがね同じということでウケた
なかなかワンちゃんにしてやもんね、かっこいいですね。なかなか自分のおばあの家の犬、マルチーズって言うんですかね。マルチーズ。マルチーズなんかな。太郎って名前ですよ。もうこういう名前じゃないですか、やっぱり犬って太郎とか。セイヤってかっこいいですね、本当に。かっこいい。かっこいい。もう歯がないって。でどうしようと。どうしようと思って。本番始めて10秒前に歯がない。歯が全部なくて。もうどうしよう、最高かなと思って、面白いと思って。そこは突っ込まれるし。そうそう。いつも突っ込むから突っ込んでないと思って。突っ込んでないと思って声がどん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 ちっちゃくなるから痛いなぁ、ツイキャスの皆さん聞こえてないよね。あーもう面白いかも。ダンブリーズをお届けしております。はい、先ほどのねゲストの加藤先生のうちのね、犬がね、あのセイヤという犬で、ワンちゃんがセイヤという犬で、セイヤ君っていうらしい。もうねよしよしって感じで触られて、もうワンワンですよ僕は。もうセイヤセイヤっていう犬は偉いんだよって言われて、もう嬉しかったですね。もうやっぱ僕と似て、もうね。絶対ワンコの方がかっこいい。そうだね。ね、面白かったね。面白かった。はい、ツイキャスの皆さんもコメントありがとうございます。ありがとうございます。たくさん。はい、もうね、もみじくんもありがとうね。はい、ありがとうございます。今日のテーマは運動会。運動会。というテーマで。はい、はい、秋といえばやっぱスポーツの秋と言いますよね、また。ね。それで運動会なんですけども。はい。運動会どんなでした？なんかいい思い出。好きじゃなかった。そう。もうね、走り方、前も言ったけど、うん、もう走り方が変なの自分。本当に、もうリレーマジで嫌だった。本当にもう親がお前本って走り方おかしいって言われて、もう友達にも言われるから巨人って。巨人の走り方。そう、だから嫌だった本当に。何が楽しい？他にもだってさ、競技あるじゃん。リレー走る以外にもさ、うん、なんかその組体操だったりとか、玉入れとか、うん、あるじゃん、綱引きとか、うん、そういうのは？組体操はもう嫌だった、うん、自分組体操も。なんで？あ、石ころばっかり、あ、もう痛いさ、もう痛かったし。手のひらとね、膝が痛くなるの。そうそうそう、なんで登らんといけんわけと思いながら登ってたから、うん、自分はもう上登ってた？上だったほとんど。そうなんや。そう、嫌だった。軽かったんかな。結構自分ちっちゃめだった、小4の時、小学校5年生。上にね、そうそうそう、ね、感動するけど見たらね、やっぱり、でもそんなもうね、雨になればいいのになってもう思ってましたずっと。組体操ってさ、何年生の時にやった？基本小学校4年生とか5年生かな。4年生なんや。そう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 。へえー、大阪では6年生が定番。あ、そうなんだ。あ、6年生か。うん。へえー、6年何やったかな自分たち。何する？ダンスとかする？ダンスもしてた、うん。ダンスもしてたし、やっぱ綱引きもやってたし、うんうん、玉入れとか。あるよね。そうそうそう。玉転がしとか。そうそうそう。お玉転がし。そう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 。今の運動会って何やってんだろうね。なんか変わってそうじゃないですか。変わってそう。なんか3年生でも組体操するってこの前言ったよ。あ、やっぱそうなんだ。うん、なんか年齢がこう低くなってきてるみたいで。あ、へえ。うん、そうなんだ。やっぱ身軽やからかな。多分そうだはず。ね。から6年生になって体重くなってくる。小3だからちょっと大きい技しなくてもね、なんかちょっと感動するし。うんうんうん。一応はね、できると思うけど。組体操感動するよ。でね、あの私、あの、はい、3年生の時と4年生の時だけ、はい、なぜか足が速くてリレーの選手になった。もう1年生の時、2年生の時はもう走るのめっちゃ苦手で、うん、いつも最下位やって、うん、なんで
分からん。急に成長期でめっちゃ背伸びた。4年生ぐらいの時。でもなんかスポーツできそうですよね、本当に。でも全然できへんの、私。嘘。競技とかも本当無理。全然できないから。あのバスケのドリブルとかも足に絡まってこけるみたいな。できないから。なるほどね。もうただ3、4年の時は、もう覚醒したんだ。周りがもう、あれだったんじゃないですか、うん、遅かった人がたまたまあったんじゃないですかかな、うん、もしかしたら。3、4年の時、急に足が伸びたと自分では思ってた。そうなんだ。だから3、4年生の時の運動会だけ楽しかった。そうなの。運動会もね、楽しくないんじゃない、子供たちそんなに。いや、好き嫌いあるよね、好きなことね。そう、雨降ってって思ってること言うと思うよ、うんうん、絶対そうだ。なんかね、聞いたら絶対嫌いっていう人が多いと思う、やっぱりかな。思う、絶対思う。今の時代だよ。今の時代も、もう iPhone 小学生でももう絶対動かんよ。家がいい、ね、うん、家がいい、家がいいだよ絶対じゃないやっぱりね。え、時代も怖いですね本当に。なんか最近、うん、あのゲームとかの、はい、サッカーゲームとかの、はいはい、あれをね、エレクトリカルスポーツとか言って、はい、うん、それがスポーツとして認められてるらしくて、海外でもう画面の中でこう戦うのがもうスポーツなんだ。そうでしょ、今からそういう時代になるんだね。確かに VR もあるからね。VR もあるし、うん、もう中に入れるからね、もうそんなんで、うん、すごいね。そんな時代になってくるかも。そうね。先ほどコメントいただいてます。シュプリームさん、運動会といえば、はい、長い開会式中に貧血か何かで倒れる子を見て、はい、健康だけが取り柄の自分は羨ましかったな。いましたね。ね、朝礼でもね、うん、長いよな。本当に。そうそうそう、倒れる子いた。もう小学校幼稚園から6年生までなんかもう歩くわけ、ずっともうなんか並んでから、うん、長かった。自分宜野湾小学校だったんですけど、うん、めっちゃ長かった。え、幼稚園の子も。幼稚園の子もいた。え、合同？合同だった。合同ですんの？幼稚園で終わった。へえー。そう、早く帰りなさいで。あ、先に終わって。先に終わって。へえー、合同ですんの。そうそうそう、え、すごい人数じゃない？多かった、めっちゃ、うん、そう、でも、なんか急になんか3学期、2学期か3学期ってありますよね、また、うんうん、今はなんか、秋休みあるから3学期なのかな。しかもなんか土日ちゃんと土曜日もなんか学校行ってる学校もあるみたいですよね、今。今？うん、土曜日もあるって学校今。いろいろ、もうなんかもう自分たちでもう終わってるから、あれが、ゆとりが、うん、もうだから次の世代の子たちはもう土曜日も学校もあるところある。そうなん、そう、いろいろ変わってきてる。びっくりした、それ聞いてて。授業日数が増やしたみたいで、うん、そうそうそう、そうだからほとんど6工事ばっかって。へえ、自分たち4工事もあったけどもないよ今、4工事なんて。なんか、うん、私すごいゆとりの狭間世代で、はいはいはい、小学校の時普通に土曜日行ってて、え、はいはい、授業あって、うん、お昼までで帰ってて、うんうん、2年生の時かな、急に土曜日がなく、第2、第4が休みで、はいはいはい、第1、第3は学校行くの。え、めっちゃ中途半端でしょ。なんで？で、3年生か4年生の時に土日休みになって、うん、で、高校生になったら高校生になったらまたあの2学期制になって前期後期になって、うん、で、授業日数が足りないからって言って、うん、夏休み短くして1週間早く出て、うん、で7時間目まであって、えそうなの、うん、やばかった、狭間。やば、全然なんか政策が安定してない時期で、教科書そのままやけど休みが多くなったから時間足りなくなっちゃったみたいな感じ、うん、そう、すごいね、うん、でも今の子はね、うん、鳥がもう一区切りついて、土曜日も行ってるかもしれない。へえ、そうなんや。なんか運動会の練習とかもさ、うん、なんかまた練習の音がうるさいとかさ、苦情とかあって、はいはいはい、今の時代すごいよ、本当。体育
間で細々となかなかできないそうなかなかできない運動会練習マジでそうそういうのもあったからさへえー、みんなで見に行こうよだからさ本当にだったら住むのだわけじゃったらなんで学校の近く住むわけなるわけさそもそもしたくなるこんな話聞いたら本当にもう運動会 ねもう子供たちもう終わったよとか今からだよっていうのがあれば教えてください今日は運動会というテーマでお届けしております、はい、さてここでもう一曲懐かしい曲をいきたいと思いますおなんかこれ聞いたらねちょっとネタを思い出してしまうんですけどじゃあ行きましょういいですねサーダさあいや、ゆうたそうねもうだいぶ時間だ本当だゲスト3時間あ、6時までになってるあ、もう6時半ってあ、そうなんだあの、遊泳時間があ、早くなったんですよブロックなんの早いしそうですよね、うん、でもまだ暑いでもまだ暑い暑いよ、うん、ツイキャスの皆さんの地域はどうですか今何度ぐらいですかね北海道とかも寒そ う寒いんじゃないですか寒そうやの20度ないやろ確かないかもしれないだって今がもう30度30度まだ30度あります30度あります東京24度あ過ごしやすい、うん、ちょっと東京は曇ってるかも雨降りそうだね、ま、た24度5度ぐらいが過ごしやすいうーん CM に行わお、だいぶ時間が経ってしまったそうですね早いさもちょっとお知らせがたくさんあるので、うんうん、お知らせでいいじゃないですかね、今日はもう次にしましょうか来週にしようそれがいいかもしれないそうじゃん寒そうだねなんだか風が強い
時刻は5時48分、まもなく49分になるところです。はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。はい、さて、ここで FM ギノワンよりお知らせをいくつかさせていただきます。はい、まずはじめに、チケットプレゼントのお知らせがあります。おルンルンバルーン、琉球舞舞踊。舞踊、琉球舞踊、はい。はい、という、公演があります、はい、でこちらが大切に受け継がれてきた琉球舞踊とポップなバルーンが出会ったら沖縄ならではのカラフルで夢いっぱいの舞台が誕生しました、うん、ということで、バルーンを使ったアーティストによる、はい、琉球芸能を、体験してみようというですね、公演があります、はいはい、こちらが、開催が9月29日金曜日、今週末金曜日と、うん、30日土曜日、そして10月1日日曜日に開催されます、はい、場所が天仏ホール、天仏那覇4階にて行われます、うん、こちらのですね、チケットを、リスナープレゼントいただいております。お、はい、ご希望の方は、メールにて、応募ください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。本文に、お名前、フルネーム、はい、本名で書いていただいて、そして電話番号もお書き添えください。そして当選者にはこちらからお電話にてご連絡させていただきます。そして当日会場にてチケットのお渡しということになりますので、ぜひ皆さんご応募ください。はい、そして、もう間もなくになりました。今週末、はい、羽衣祭り特別番組が放送されます。はい、はい、羽衣祭り4時間生放送特番があります、はい、9月30日土曜日夕方5時から生放送です。今回は第40回記念ということで、はい、いつも以上に熱気あふれる会場から生中継でお送りします、はい、MC はピーチキャッスルさん、はい、宮川たわこさん、そして OBP のゆうこさんでお届けします、はい、そしてなんと中継に、はい、せいやくんも。そうなんですよ。はい、頑張りますよ。中継担当頑張ってね。はい、頑張ります。ちゃんといろんな出店が出てるので、はい、その出店からね、はい、お店の人にインタビューしたりとか、インタビューして、はい、はい、もうね、その実況中継をお願いします。実況中継をみんなにどれぐらいね、美味しい食べ物をね、伝えれるのがいいかなと思ってますし、やっぱりね、中継はね、ツイキャスもないんで、あ、そうなんですね、音声だけみたいなので、中継頑張ってください。頑張って、ね、皆さん想像して、ね、あ、美味しそうだなと思ったらもう食べに来るっていう形にしてください。本当に、はい、中継ちゃんとよろしくお願いします。はい、もう、ね、頑張ります。だからまずお祭りなんでね、はい、しかもね、もう、ゆうこちゃんもいるし、そうなんですよね、もう心強い彼女、心強い、心強い彼女がいますので、僕は、はい、はい、ちょっとまた出会えて嬉しいでございます。本当に、はい、このコンビ、コンビで、ね、そうね、本当、ゆうこちゃんが毎回も大丈夫大丈夫言いながらも突っ込まれてたし、はい、本当にまたね、それを見せれたらなと思っておりますけども、はい、はい、当日はですね、テーマ、はい、夏の思い出ということでメッセージを募集しますので、はい、ぜひぜひ皆さん参加してください。参加してくださいね。ツイキャスでもコメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、羽衣祭り特番は今週末9月30日土曜日の夕方5時から生放送です。ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、そろそろエンディングの時間になってきました。はい、はい、せやくんからお知らせはないんですか？そうですね、今のところはないですけども、やっぱり羽衣祭り緊張はしますね、やっぱり、はい、やっぱ楽しめさせたいですね、やっぱ、はい、40周年ということなので、やっぱり誰が出るの、私ですってことで、はい、私ですってことで、花火もあるしね、そう、本当に行けんかったから、もうちなみにもう3年ぶりぐらいだから、自分は羽衣祭りは3年ぶりなんで、 やっともう行けて、花火見たいですね、やっぱ今年はね、8月開催じゃなくて9月になったんで。そうなんですよ、もうみんな、ね、え、遅いねって言ってたから、うん、そうそうそう、ゆっくり、そうそうそう、暑くない感じで花火が見れるから、ね、そうそうそう、ちょうどいい季節かな感じだね、うん、楽しみ、楽しみですね、ほんと。で、また来週になると羽衣祭り終わってるんで、はい、そのね、感
そんなんかもね、感想とか、はい、出来事とかお届けしたいと思います、はい、そして今日できなかったコーナーもね、はい、ありますので、はい、やりたいなと思っております。今日はもうあの先生の犬がせいやくんだっていうもうね、印象とかねあのインパクトがかなり強かったですね。面白い先生でしたよ、本当。はい、はい、また来週も水曜日の2人でお届けしたいと思います。はい、はい、この後6時からはユンタク2編デービルをお届けします。引き続き FM ギノワお楽しみください。はい、それでは今日のサザンブリーズ担当はメグとセイントでした。はい、また来週、じゃあねー。はあ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。夕日になってる、本当お疲れ様でした。